ウニオです、えー、本日2020年の4月の22日になっているんですけれども今日は、えー、バースデーイベントが行われるはずだった日ということで高木さゆきジジュースジューーススここちょえー、とぜひね全部は語れないんですけれどももう僕の見てきた特にジュースジュースの高木さゆきというところをドドッとおまとめして お送りしたいいと思っていますちょっと音声切りなせでした付き合ってくださいお願いしますじゃあいっちゃいましょうえっ、ー、とねさゆきもともとエッグっていうキャリアから考えるともう10年超えっていうことになるんですよねで彼女のそのエッグ時代とか研修生時代この辺の話からスタートするっていうとちょっと尺が長くなるのと僕が正確なことを言えない可能性があるのでちょっとそこは割愛します なので13年のジュースジュューースス入りになってからとといううころでいきましょうで特に僕の話ですから中盤にかけてというところは歌の話がメインになります前半の話はジュースジュースの中でどうだったのかそして一番最後これも3つ,3つに分けてますから一番最後のところは今の高木さゆき今後どんな感じなのかっていうところをある程度自分が見てきた経験とそして本人というところがどんな風な雰囲気の人間なのかというところで 予測になるところもあるんですけども多分リアルなところついていくと思いますので付き合ってくださいではまず最初、えー、ジュースジュース入ってからというところだと思いますもうこれは皆さん知っていると思いますけども彼女は歌というのは当たり前ですけども実力が少し抜けているところがあります少しじゃないでしょうねかなり抜けているところがありますしかしもう一人宮本かりんこの子は何でもできる子です でその子とセットでデビューすることができたこれは大きい実はスタートだったと思いますねなぜかというと、えー、人間というのは僕このコーというか結構動画で言うんですけれども人間の才能というのは環境にかなり依存すると思っているんですよでそれはなぜかという風うに言うと環境っていうのは1日ずつ1日ずつの積み重ねになっていくんですねそして意識をしないで比較的 そこのお空気と申しますか日常と申しますかなんかそこが流れていってしまうともすればです。ですけれどもこれって実はなんですけどどんな環境でも無意識でやっていることっていうのがこれがすごく自然に自然に背中を押していく形になるんですよ。 でこれ宮本花林と同じ空気を吸えるっていう環境まあ仮にとっては高木佐伯と同じ空気をするっていう環境これが手に入ってる似たような野球でもありますねお長嶋そ,、ね、そういうもんなんですよ野村監督が彼らを見て月見草みたいに言ってお長嶋がいることを意識して他のサイドから同じ競技をやっていくというようなね手もあるんですよこれは 環境というものを自分に意識させることによってモチベーションを保つというやり方だったりして結構応用効くやり方だと思うんですけどもこの場合で言いたいのは前者の王長島の方だと思います。ねどちらが長島でどちらが王かと言ったら多分カリンの方が長島なんでしょう。それで最強は王なんでしょう。ね若い子全然分かんない例えかもしれないですけどまあそういう。 ライバル関係というところが自然に描けるような環境これは大人がセッティングしたんだと思いますまあ僕はつんくさんというのがねしっかり見ていてそこで最後気持ちを入れたっていうような、まあ、受け取り方していますでそんな形で2013年ですね高木佐伯キャリアをスタートするっていうふうに言っていいでしょうもう最初からですか歌のポジションっていうのはいいところをつかんでいたと思います、まあ、これは 1>, 1曲ずつ言ってたらキーがなくなってしまうんで、えー、最初、まあ、ファーストアルバムでいいですかもしわからない方いましたらファーストスクイーズを聴いてくださいもうこれが一番いいと思いますでまあ彼女というのはライブパフォーマンスでも歌のうまさというより響かせ方というところで僕は最初になんか興味がいった気がしますねうまさと響かせ方これ何が違うかっていうところじゃあ第2のコメンもセクションいっちゃいますか 歌とは何なのかでいきましょう。これ少しボリューミーですけども「ジュース・ジュース」の歌とは何なのか高木佐伯の歌い方とは何なのかそれでそこに対して僕はベスト3の曲を挙げていますのでそういうふうなちょっと「長尺セクションの第,二第二章いきましょう、えっとね。ジュース・ジュース」の中での歌い方で先ほど言ったようなうまさで歌ってる感じかといったらこれ実は違うんですね。 響かせ方なりの方で僕は彼女というのは存在感出し,たよう気がし出していたような気がします。えー、っとね特にいいのは生まれたての「ベイビーラブ」とかこれ分かりやすいところはありますよね歌い方のところで「マジック・オブ・ラブ」でもそうですけども響かせていくことでなじませるんですよ。レコーディングではそうしてます。でも最近ははコンサーートツアー中には 結構これ年にもよるんですけど悪目立ちさせてたりなんて言うんですかねいわゆる挑戦してるってい言い方が一番綺麗なのかもしれないですねそういうシーンっていうのはたくさんたくさん見てきた気がするな、ね、3年ぐらい前までまあ2年半ぐらい前までって言ってもいいかなその辺まではすごくチャレンジしていることっていうのが明確に分かった気がします。でこれれははレコーディングの中ででそれしてないです。 コンサート中にはいろんなとこを行かせているでもそうして「なり」というところこれを重視しているシンガーであるというふうに思っていただけたらまあ間違いないと思いますねまあ佐伯の歌い方の特徴というのは「なり」にすごく焦点を当てていてそこに対して「歌馬」というような歌い方というより挑戦である音符の遊び方こういうところが生きていると思いますこれのちょうどのベスト3のところでも「補足」 証明していきたいと思ってますじゃあさゆき自体の声質というのは何なのかどんな感じなのかというところに行きましょう彼女は低音もハイトーンもなんですけど同じ量で歌えるんですよねこれボーカリストの一つの定義と言ったら変ですけども基準になりますよね上の方が超出るけど下の方が痩せてしまう逆もしかいです下の方は響かせられるんだけど上の方が裏声でしか出ないそして量が減ってしまうみたいな場合ってあると思うんです これが全くないですねあしかもこコントロール聞いてます先ほど言ってた王鵬中島みたいなこと言ってるんですけど佐伯ってどちらかというとピッチャーでで上原みたいなな感じなんですよ雑草魂なんて言いますけどね言ってましたけどとにかくコントロールがいいで言ったように歌うまうわおみたいな剛速球ズドンじゃなくて140キロ台後半で全然伸びのある。 ストトレート投げててるって感じなんですよねこれどういうことかっていったらやっぱりなりというか速度感ってピッチャーのフォームとかその相手の間とかで相手対自分の間ですよねそれで体感速度が変わってくるってあると思うんですよ。で最近もよくよく聞いてたらすごく張り上げたりいろんなことするんじゃなくて体感ですごくその環境とかチームの中でああなってんな聞いてんなっていうところで。 別格に見せていいくというで実際別格かどうかといったら別格なんだが曲の世界観を壊さないところではレコーディングでは絶対そうしてます、ね、コンサートではそれが違うからめちゃくちゃ面白いんだけどこれが最近のすごいところだと思います。まあ、要は声の量というところが変わらないそしてコントロールがしっかりしているそれで言うほど思ったほど剛速球じゃないんですよね。 これが僕はプロの技術を見ているような気がしますじゃあそしていよいよ行きましょう高木さゆきそれがもう顕著にと申しますか代表的に聴ける曲3曲に絞りましたそして全てこの3曲はバースデーイベントの選曲でソロ曲になりますでリンクが貼れるのを探したのでそれはこの後この動画を見た後ぜひ聴いてみてくださいじゃあドドッといきますか ね、じゃあ第三位からいきましょう第三位高木沙之歌手を知る上で重要な曲、えー、ホームにて松浦彩さんの曲ですこれはねクリックユーリンクミーという曲あ、アルバムに入っていてこれタケもやってんだけどタケもいいんだけど今回おすすめしたいのは2017年の高木沙之バースデーバージョンですでホームにてなぜいいのかと言ったら 先ほどもお話ししましたけど声を張りり上上げる必必要要ががななく歌唱力は最低限より少し上が必要なんです理由説明しましょう。この曲ってでは半音のメロディーで鳴らさなきゃいけない曲とかそこでしかも半分より下半音を半分より下とか分かりにくいこと言ってるかもしれないけど何て言うのかな。 声を張らないで響かせてててるところを下げていく表現だって感じなんすよ。まあ専門的なこと言ったら違うよって言われるかもしれないけど僕が聞いてる感じなんで、まあ、僕音楽やったり曲作ったりもするんだけどどういうふうなフィーリングでこの曲を聴くかといったら僕だったら音符作った時にこの曲はこの歌をこう上げてこうじゃなくてこの曲はこの真ん中ラインから下げてこう下げてこうっていう抑制の表現なんですよ。 抑制の表現が歌う中で一番難しいんんでですよなんでかって言ったらこ声バーンと張っていくって上の一番自分の高いところとは剛速球ドーンって一番自分の強いところ出しゃいいだけじゃないですか。でそれを140キロぐらい135キロぐらいのストレートとか測って打っていく測って鳴らしていくやり方なんですよね。うん、でこ,これはもう、うん コントロール、ボールい、もう半分分ぐらいのコントロールいける人じゃないとできないやつなんです。で、それが見事。で、歌詞の世界観。ここは、それができないと表現できない曲になってるんですね。まあ、松浦バージョンを聞いたら、ここまで言っといて言うんですけど、さすが松浦っていうのもあるんで、これは2つぜひ聞いてみてほしいです。ちょっと松浦バージョンが YouTube 上あったかどうかわからないですけど、探しておきます。で、これが第3位。で、続いていきましょう。第2位。 拳の花2017年バージョンです。えっ、ー、と、2017年のこの、ね、このバースデーイベントなんですけど、これはもう僕にとっては神回なんですね。他の曲も素晴らしいです。まあ、これ聴いてほしいってもあるけど、今からこれニュースしようと思ったらあれだろうから、まあ、YouTube で聴けそうなやつ、ねこれがなんかセーフなのか、なんだろうかわかんないけど、まあ、探しときます。で、それで聴いてもらえればいいと思ってまして、 なんで凄いかというともちろん拳の拳の花最高です素晴らしいですそれはなぜかと言ったらあの時の8人のドラマがあり、えー、拳組なんていうところにも響かせる上ではとても積み重ねたものの意味と価値があったからまあね先日のラストライブでもその拳の花というのは非常に意味があったと思ってますじゃあ佐伯が歌う意味何なのかというふうにしたらまあ語らなかったですけどもキッズ時代 エッグ時代って言うんですかその時のタグですよね田口夏実との仲みたいなところとか勝手にこっちが想像していくんですけどもまあ簡単に説明するとブログとかで初期の頃の読み返す分かるんですけどタグとの絡みとかが拳デビュー後とか特にかなすごく最近は構ってやってて面白かったんですね愛があったんですね。でそういういのも含めて まあ2017年の時代末にタグが抜けてしまうんですけども、うん、その半年ちょっと前ぐらいの時にね歌っていたその時はタグ抜けるとか考えてないですよでもうーんなんか可愛がってる感じのお姉さんが自分が歌ったらこうだよっていうのはすごくね力感下げ気味にだん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 盛り上がってきてあ高木佐伯の歌あレベルランク違うなっていうのを改めて思った歌でしたね。 これまた重要なのは佐伯がこの前年ですか武道館公演ジュースジュース達成してそれを終えた1日後か2日後にねノート手術してるんですねそれで声の出し方とかトーンとか変わるのかなとか思ったんですけどそれどころかねそれに気をつけたんでしょうあの出し方ストライクっていうのがスパッスパッとよりキレが良くなった。 要はもう力感なく胸元で伸びてくる感じもうこういうこう俺ハローでは見たことないす,すごい、まあ、松浦もね喉を手術した後っていうのはあったんだけど彼女も参考にしてるのかなタイプが違いますけどいやすごいうのは僕 が語るにはあ、自分が知識足りない気がします。もう言葉の表現する上で素晴らしいです。まあそういった上でちょっとその2017年の年っていうところと可愛がっていた最近のこう田口夏実なんても浮かびながら聞いていたんで、あすげえいいなんか応援の手紙書いてるように感じた。そんな形で第2ぶしの花でした。じゃあ第1第1いっちゃいましょう。もうこれは 僕ズバ抜けです、えー、I love you 尾崎豊ーこれ2016年ですから、あのー、W2O 途中ですよね。でドラマ武道館が終わり実際武道館っていうのが、ね、目標としてもう定められていたそんな時だったんですけど。 うん動画でこれ前に一回ちょっと触りだけ僕語ったような気がするんだけどこれ何がすごいかっていうとメロディー変えてるんですよでそれが嫌じゃないんですね僕尾崎豊さん大好きなんで尾崎豊さんの動画もあげてるんですけどそれちょっとあんまり取り直しますあの調べれば出てくるけどあんまり多分分かんないと思うまあこれはちょっと置いとこうで「メロディー変えて歌って」 尾崎さんの大ファンだから下手したらありゃないよなってなるじゃないですか。ならない。いやもう解釈歌手の解釈っていうところで入れてくれるフェイクだったりさゆきが持ってるフィーリングの中での歌詞「ILOVEYOU」あとコード進行の中でメロディーの「ILOVEYOU」っていうもののこの当時この時の。 さゆき感が出ててあ歌ってこうやるこうやんの正解だよなっていうふうに思いましたえ宮崎ゆかちゃんの「マイ・デイズ・フォー・ユー」の時に僕少し宮崎ゆかちゃん動画の時も言ってるんですけど西洋音階11の音符っていうのに左右されない中の表現というのは素晴らしいというこれあのなんつうかな嫌味で言ってるんじゃなくて、えー、とそ,それが表現だから。 それで伝わった方が音符に縛られているよりいいんですよ。で最近は音符は操りるし、ただ楽譜になんつうの楽譜に自分が選挙されてないっていうのかな、縛られてない。レベルが高い表現を体感させていただいた。まあそんな形で、I love you 第一。これも。 ちょっと YouTube 外で聴けるの見つけたんで貼っときます聴いてみてくださいまあそんな形で音楽というところで言ったら高木さゆきというのはもう多分ハローでこれ誰もできないんでそういうレベルにいるというのは確認できる3曲ありましたでは大きなセクション最終章3つ目いきましょう、えー、とこの3つ目は今の高木さゆきがどういう感じかっていうのとうこれからそんなに遠くない先々どうなるかっていうところ、うん えっ、ー、と、今言った通り、歌手としての挑戦というところは、ハローだともう本当数が少ないですね。数が少ない。そっか、花粉症がなんか違う花粉が出てきちゃって。<laughs> いいわけ。ね、少ない。うん今年もバースデーイベントね、これやらない可能性あるからね。うんなんかネットだけでもやってほしいけど。 で挑戦というのは結構考えられるあらゆるところはやってきたそれで2020年と思いますそうすると2020年ゆきは歌手として今どんなとこ考えてるかっていうふうに、まあ、現場少なかったですからハロコンからの推測でいきましょうハロコンで歌っているシーンでゆきがうーん挑戦しているのは今省エネとは違う動き最小限。 で動き最小限でやるとどういうところ見えるかっていうふうにしたら力抜いていくことで体と自分の喉とこの声の出る動線っていうところを確認してるような気がするんですよね。あと動いてる中でどこまでだったら全然余裕で出せる範囲があるかみたいなもうそこの挑戦いってる気がします。僕はがゆえにダンサーとしても素晴らしいと思います力抜けてるんですよそれで表現できてるんで。 もう素晴らしいですでそ,そこにもう一個本当に塩梅っていうんですか料理で言うと、まあ、料理もやりますからねそ,そこさじ加減塩梅のところでの本当の思い通りのコントロールとこのあと次どうしていきたいかっていうところを挑戦そんな気がしてますねそしてこのあとどうしたいかです佐伯は俺グループアイドルやりたいんじゃないかなと思ってます 理由は今のところに依存してます。ソロやりたいんじゃないかとかうーグループジュースジュース抜けてしまうんじゃないかっていうところ、を言う方々はたくさんいますけども、なぜ僕はジュースジュースやりたいかというふうにすると、今年見た挑戦がこれからソロでやっていこうって、いう挑戦ではなかった。ともすれば、ーダンバラルー、ール松永リ愛を自分の この後の後ジュースジュースのまあ歌唱面歌面ですよねに前出ししていくために最初に自分が力入れなくなることによってその裏の僕はリバーブなのか共鳴なのかですかそういったところの歌声の方を準備している気がしました恐ろしいすげえあのこういう人見たことないです 高木この辺にしましょうかまとめましょうええー、紛れもなくハロプログループーアイドル史上を長嶋以外と言ったら変ですけどもその花形以外のところのボーカリスト声の使い方では21年間でナンバーワンでいいと思いますナンバーワンですまあ間違いないでしょうね どうしたかっって言ったら裏側できるから曲の声の構成分かってるからで他の人のなりっていうのももう理解してる、はあ、こういう人を見たことないんでもしこの動画を見て少しでもその理由が分かったんであればゆきの見方聞き方というところこれから広がりが出てくるんじゃないかと思いますあと彼女は女っぽいで可愛い,い今 <laughs> 昔も可愛かったけどね 今が最高っす。それを確認していく。そんなバースデーイベントがあった日になっていたら、なんかお互い楽しいんじゃないかなって思いました。じゃあ、ハロプロナンバーワンの歌唱才能を持った佐伯、これからも注目していきましょう。今日はそんな感じです。またね。